三好市にある厳島神社です。午後6時に祭りが始まると、茅の輪をくぐるための長い列ができました。枠ぐりさんと呼ばれている祭りは、1年のちょうど半分にあたる6月30日に、残り半年も元気で過ごせるようにと願うものです。参拝する人は人型の紙に自分の年齢と性別を書いて蚊帳に挟みます。そして直径およそ2メートルの茅の輪を数字の8を描くように3回くぐり抜けます。周りの人を大切にして、なんか自分ができることをやって健康に過ごしたいです。自分の夢が叶うように。夢は何ですか？バスケットボールの NBA 選手です。地元では浴衣の着始めの祭りでもある枠ぐりさん。実行委員会によりますと、およそ2000人が訪れたということです。